私の生まれ育った町からちょっと行ったとこにマングローブの原生林があります。そのね、狭いジャングルを抜けていくと新しい世界にたどり着く、そんな気がしました。新しい力を持ってまた故郷に帰ってこようって強い思いを抱いて旅立った少女の話聞いてください。マングローブの森。何もいらないさ、余計なこと考えなくていい、物に一つでマングローブの森こぎ出す。説得してくれたのは当時の音楽の先生でした。